ソラフネシティ市民公園でサザメ岳の花が咲いているのが見つかりました。サザメ岳はイネ科に属する植物で、その花は120年に一度しか咲かず、昔から天変地異の前触れとも言われてきました。ねえ、あれ何？なんだろう、虹？こんなの見たことないよ。なんか不思議だね。